ポケモン SV 友達に嫌われる最強ゲンガーの作り方。最初に言っておきます、友達ほんまにいなくなります。毎度カズチンです。今回ランクマッチで使えるゲンガーの作り方と、友達をねかなりイライラさせるためだけに作られた最悪なゲンガーの作り方紹介していきたいと思います。2つのパターンを紹介するんですけど、努力値などの振り方、作り方はね基本的にどっちも同じです。技構成だけが変わるという形になるので、今から紹介していくんですけど、友達をねもうイライラさせたいっていう、もう悪い心を持った人はね今から一緒に作っていきましょう。はい、こちらがゲンガーになります。まず持ち物は気合のタスキを持たせましょう。あとはテラスタイプなんですけど、今回毒にしてるんですけど、正直何でもいいです。ここはまあ相手をイライラさせるに関しては毒がなんか一番こうお似合いかなということで毒を採用してます。性格なんですけど臆病ミントを使いましょう。努力値は素早さに全振りしてます。あとはどこでもいいんですけど、特防と防御に半分ずつ振り分けてます。一応わからない方のために詳しくね書いておきます。こんな感じでアイテムを使って努力値を上げています。そしてフリッチタウンポケモンセンター裏にいるすごい特訓おじさんによって特訓させてもらいます。銀の王冠を5つ使って攻撃以外のステータスを上げましょう。ちなみにレベル50以上から特訓を受けることができます。続いては技構成なんですけど、黒い眼差し、テラバースト、アンコール、悪巧みの4つを覚えさせております。ゲンガーを使ってる方ね、道連れを覚えさせてることが多いと思うんですけど、今回紹介する最悪のゲンガー、道連れは必要ありません。それでは戦いながら説明していきましょう。では行ってみよう。はい、じゃあ対戦していきます。今のランクマッチでは最初にリフレクター光の壁、もしくはステルスロックなどね張ってくるパターンがかなり多いです。そういう時に先ほど作った最強ゲンガーっていうのはかなり光ってきます。そして今回サーフ号をパーティーに入れてるんですけど、基本的には使いません。もし相手が状態異常の攻撃をしてくるときに効かないぞって意味で脅しとしてね入れてます。今回デカヌちゃんと磁場コイルを入れて戦いたいと思います。それでは対戦よろしくお願いします。初手で相手はステルスロックを張りたいと思うので、巨ジョーンがね出てくると思います。はい、出てきました。こうなってしまえばゲンガー輝きます。ちなみにこちら色違いです。相手は巨ジョーンなので最初にステルスロックを使ってくることが多いと思うので、黒い眼差しを使って逃げられないようにします。もしここで相手がステルスロックを使ってきた場合はもうほとんど勝ち確と言ってもいいです。あ、鉄壁を使ってくるんや。鉄壁使われても問題はねないので、防御力を上げたとしてもねこちらのゲンガー特殊技なんでね効かないです。ここからめっちゃ悪いんですけど、アンコールを使わせてもらいます。そうすることによって相手3ターン同じ技しか使えなくなるという、この時点で相手鉄壁しか使えないのでめちゃくちゃ地獄ですよね。もうこれで相手は鉄壁をひたすら使い続けるというね、もう操り人形マリオネットとなってしまったので、そこで逃げようと思ったとしても先ほど黒い眼差しを打っているのでもう逃げることもできないというね。さあここで悪巧みを積んでね、こちら特攻を2段階上昇していきます。このケラケラという笑い方がね相手のイライラをどんどん誘っていきます。さあ鉄壁しか使えない巨ジオン、ここからどうするのかといったところで何もできません。ひたすら鉄壁を打っていただくという形になります。こちらは容赦なく悪巧みを積んでいきますので、何回もケラ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 ね笑わさせてもらいましょう。それでね相手のイライラをどんどんね誘っていきます。多分ものすごいイライラしてるんじゃないかなと思います。さあ鉄壁しか打てない、しかしこれ以上上がらない。ここでアンコール状態が解けると思うんですけど、とりあえずねもう一回アンコールを打っときましょう。そうすることによってね、相手ねまたしても鉄壁しか打てなくなるのでめちゃくちゃ地獄になるという地獄の状態が続くというね。はい、鉄壁を使ってもらいましょう。しかし何も上がりませんよ。今の時点でイライラメーターがマックスにねたどり着いたんじゃないでしょうか。さあ悪巧みを積んでいきます。おっと、相手プレイヤーここで全く動かない。もしかしてイライラメーターがマックスについたのか。これはかなりイライラしてると思いますね。さあ悪巧みでケラケラ笑っていきましょう。はい、これで特攻がね6段階アップということでマックスになりました。相手はもちろん鉄壁、しかし防御力はもう上がらない、かわいそうな状態。さあここでテラバースト打っていきましょう。効果今一つなんですけど、特防がね、6段階上がっていますので、どれだけダメージが入るのかっていうのを見ていきたいと思います。おお、すごい効果今一つでこれだけダメージが入るっていうのはめちゃくちゃ強いですね。相手はもう鉄壁しか張ることができないマリオネットとなってしまってるので、ひたすらあとはねもう殴られるだけですよね。ゲンガーにひたすら殴られるというね屈辱を浴びせられるという地獄の状態になってます。アンコール状態が解けたんでもう一度アンコールしていきます。もうこれかわいそうになってきたわ。でもねこういうのが楽しいですよね。皆さん、この技を友達にしたら間違いなく嫌われます。友達なんていらない一匹狼スタイルの方はねこの技を使っていきましょう。さあここでテラバーストを連続で打つので、相手の精神をねひたすら削っていこうかなと思います。もし皆さんが逆の立場になってこんな感じで攻撃されるとめっちゃイライラしませんか。もし自分が仮にこんな風にされたらめっちゃイライラすると思います。間違いなくもうテーブルをどんどん叩くでしょうね。
さあ相手は何もしてこない。さあどうする。止まっているぞ。これイライラタイムが始まっているな。今頃多分テーブルをどんどんしてるんじゃないでしょうか。さあテーブルをどんどんしている状態が続いております。さあいつになったら動くでしょうか。もしかしてこれ電源切るとかないよな。大丈夫かな。さすがにそれはないと思うけど、なかなか動かへんぞ。めっちゃイライラ、めっちゃイライラしてんぞこれ。めちゃくちゃイライラしてるぞ多分これ。どうしようか。めっちゃやばい、これ全然動かへん。めっちゃイライラタイムが来てますね。悔しすぎてタオルを噛み締めながらね、ずーっとイライラしてるんじゃないでしょうか。さあそのイライラをずっと見届けたいと思います。さあテラバーストが入りました。ここでねダメージかなり入ると思いますので、じわじわ削っていきたいと思います。ねえ今どんな気持ち、今どんな気持ち、きっとイライラしてるでしょうね。さあ次はもう一度テラバーストを打って確実にとどめを刺していきましょう。多分おそらくここでね倒せるんじゃないかなと思います。はい、ここでね巨人を倒しました。さあ次どんなポケモンが出るでしょうか。ここでねロトムを出してきました。しかしねこちらゲンガーものすごいスピードが速いので、ロトムよりは先にね先手を取れると思います。ここでテラバーストをねもう一度打っていきましょう。特攻が6段階上がっているのでものすごいダメージが入ると思います。さあ一回見ていきましょう。はい一撃でね、倒してしまいました。残念でした。これ実は弱点があって、相手がドラパルトなどを使ってきた時にスピードがねものすごい相手の方が速いので、先手でね攻撃を打たれる可能性があるので、ワンパンでやられないために気合のタスキを持たしているのと、今回テラスタイプを毒にしてるんですけど、氷にすることによってねテラバーストをすることでドラパルトワンパンできますので。さあここでドドケザンが出てきました。ドドケザンね冬打ちという技を覚えてるのでちょっと厄介です。ここはテラバーストを打とうと思ってるんですけど、おそらく冬打ちが来ると思います。そしてゲンガーは特性で呪われボディというのを持っているので、もし冬打ちをされた時にその呪われボディが発動すれば、相手のね冬打ちという技を封印することができます。めちゃくちゃ厄介です。はい、ここで不意打ちがやっぱり来ましたね。しかし気合のタスキを持っているので体力が1残ります。ここで呪われボディが発動すればラッキーです。さあ発動しました。これで不意打ちをね封じ込めることができます。さあまずテラバーストはダメージが入るんですけど、おそらく残ると思います。ここまで来たらね今から何するか分かりますよね。アンコールを入れていきましょう。そういうことによってね不意打ちが使えない、しかし不意打ちを使うしかない、つまりまたしてもマリオネット状態がここで出来上がる。おめでとうございます。ここでね不意打ちを打ってもらいます。しかし不意打ちをね使うことができないので残念でした。そして次回からね藁ガキを使ってくると思うんですけど、その藁ガキのダメージを受けていきましょう。ここでねゲンガーはリタイアとなりますがね、実質もうゲンガー1匹でねここまで減らしたっていうのはめちゃくちゃ強いんじゃないでしょうか。しかも相手をイライラさせるというねダブル攻撃です。さあここでね何を使いましょう。磁場コイルでいきましょうか。じゃあもうデカヌちゃんでいこうかな。もうとどめはね可愛いポケモンでしていきたいと思います。でねデカヌちゃん地面タイプのテラスタイプを持っているので、ドドゲザーに対して効果抜群を打つことができます。ここでねかっこよく決めていきましょう。テラバースト打ちたいと思います。はい、コウさんが選ばれました。ありがとうございました。この戦い方どうですか。相手をイライラさせながら倒すという。ここでもう一つ紹介するんですけど、技構成をね変えるだけです。ランクまでは使えるかちょっとわからないんですけど、テラバーストを指を振るに変えましょう。めっちゃ楽しいです。動画の時間が長くなっちゃうので簡単に説明するんですけど、黒い眼差しとアンコールを入れた状態にします。先ほどのようにね逃げられない状況を作っておきます。そしてあとは指を振るをひたすら使いまくって完全に相手をイライラさせるというね、まあ、友達に使える戦い方ですね。まあ相手をね指を振りながらじわじわ遊んでいくというねプレイができます。もう二度とポケモンバトルしてくれないかもしれないし、自分のことを友達としてね見てくれるかもわからないです。でもやっぱりさ、友達がさ色違いポケモンめっちゃ見せびらかしてきてさ自慢してくる人とかおるやんか。やっぱそういう人にはねもうこんな感じでねもういじってやったらいいかなと思っておりますので、ぜひねチャレンジしてみてください。さあってことでね、ここで指を振るを使ってとどめを刺していきたいと思います。指を振る発動。さあ行け、いやミルク飲みかーい。はい、これからもポケモンの動画をどんどん上げていこうと思ってますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ってことでありがとうございました。